12レース準決勝1着で決勝を決めました茨城の牛田拓也選手です。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。レースなんですけども、スタートちょっと牽制ありましたけども、組み立てとしてはどういう作戦だったでしょうか。まあ、最初初手は前できるだけ取りたくないって話だったんですけど、まあ、どこも出なくて、まあ、牽制入っちゃったんで、まあ、次は取った感じなんですけど、まあ、上がってしまったら、まあ、突っ張るっていう。そうですね、後ろ1個後ろのラインは突っ張るって作戦で、まあ、その後、まあ、日向が並走しての分かったし、まあ、まあ、次のペースに任せたんですけど、ちょっとまずいオーバーペースだったかなと思いました。最後はご自身踏まれたと思いますけども、芦田選手が来てたところはどうですか。ご自身の目を含めて。でも、まあ、タツさんが、まあ、あの声もあったんで打ち明けて、まあ、ちょっとモニサーさん述べてきたんで、ちょっと最後ちょっとだけ詰めに行くんだんですけど、これで決勝決めましたけども、ご自身の状態は初日から比べていくとどうでしょうか。もう本当前のおかげでこうやって勝ててるんで、はい、まあ、道中も余裕も出し入れてると思います。まあ、明日の決勝なんですけど、関東は5人ということで、はい、藤井が5人、大勢さんと酒井さんといいますけども、並びはどうなりましたでしょうか。僕が関東の3番手もあると思います。並びとしては順番は、大勢さん用で自分ですね。そこの並びになった経緯っていうのは、3人で純平さんと達さんから決めてくれって言われて、で大勢さんも陽もまとまりたいって話して、で僕としても2人にはお世話になってるんで、僕が3番手っていうのは、はい、決まりました。これ初の地元記念優勝に向けて、今5人といい並びになったと思うんですけども、そこに向けてはどうでしょうか。はい、油断せずに、しっかり自分の位置をしっかり守りたいと思います。では決勝に向けての意気込みをよろしくお願いします。はい、しっかり優勝目指して頑張ります。お願いします。